おはようございまーす。おはようございまーす。寒っ。暖房つけよっかなー。どうしよう。ん？なんなの嘘つきおはようとかさ。え？ゴリラの次は嘘つきですか？ゴリラはどこ行っちゃったんだよ。なあ、世の中ではゴリラにまかり通ってんだよ、こっちはな。ふざけんじゃねえよ。あだ名ばっかつけやがってん。あ？私がみんなにあだ名をつけてあげよっか。ねえ、メス豚。ちなみにね、今日から、また警戒態勢でございますよ、みんな。黒船来航でございます、今日から。日程が、かなり早くなりまして、ついにあの黒船がうちに来ますね。大荒れの予感でございます。あと5時間ぐらいで到着するって言ってた？そんな早くないでしょ。同居人はね、3人暮らしになりますけど、仲良く一緒に暮らしたいと思いますね。ひねままで20時ぐらい。今フェリーに乗ってんね、みんな。車を持ってくるらしくて、今フェリーに乗って、昨日はさ、夜中に、ね、ゆめきを退治するみたいな配信してたからね、ちょっと怖いんだけどね。ね、あの生意気な奈々ちゃんのところにね、居座ってる寄生虫を追い出すみたいな。鬼を追い出すみたいな。で、私たちはね、鬼滅隊みたいなさ、なんかよくわかんない設定でね。だから夢、木の木が鬼になってたよね。夢の鬼みたいな。それで夢木を追い出すみたいな。私は胡蝶よってね。あの、鬼滅の刃あるじゃん。胡蝶になりきってみたいなさ。ひどいほら。こうやって寄ってたかってさ、何かあるたびにこうやってさ、こうやってさ、いじめる人たちってどう思うみんな。結局さ、なんだかんだね。なんだかんだこうしたいってことよ。ね。こうやってさ、人のことをいじめてさ、ブー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 ね。うん。そう思わない？思う人は無料ポイント投げてくださいね、今ね。あ、かなめちゃん、お茶爆ありがとう、センキュー、ありがとう、チャリンチャリン。で、手のひら返してる配信者？私が何か起きるたびにね。え？それで飯を食う配信者なんか許さない。結局私で飯食ってんだな。おい。おい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 。え？どうなんだそこは。どうなんだよ。いや、誰のことってわかんないけど、もう被害妄想激しいんでね、おじさんね。こちらが住民税になりますね、今回のね。税務調査の。合わせると、240万くらいかな。250万。一括で払います！一括でー払いまーす。700万、まあ、だから1000万払ってんで、もうね。税務調査入ってから請求されてる額は1000万だね。1000万一括で払ってる。だから、後来るのはもうないのかな？うん。だってさ、100万円。1000万も払ってんのよ、もう。1000万もなくなっちゃった。マンション買おうかなと思ってたんだけどね、そのままばっくれてさ。マンション買ってさ、ペットかなんか買おうかなと思ってたんだけどさ。そう言いながらさ、私は映さないでくださいとか言ってさ、ね、ねねちゃんこっちにカメラ向けてるし、向けてるし、やだーとか言ってね、向けてないんだよ全然。ね、インカメだしって言ってんね。
インカメなの。で、ね、インカメだからって、やだ、外カメ映さないでやだとか言ってさ、もう勘違いも肌肌しいよね、本当にね。そうやってカメラをね、気にしてるくせにね、カメラに映ってる人そうやって言うんですかって話よ。おかしな話だの。自分たちカメラ怖がってるくせにね。ねえ、ここのコメント欄怖がってるくせに。ね、そういうやつ大体ブス。そう、大体ブスなんだよね。やめて、カメラ映さないでって言ってると、大体ブス。本当にブス。もうね、見事にブスですよ。もう、汚ね、汚ね、ママだわ、本当に。お前の話は全部嘘。いや、言ってろか、ヨギママとね、焼肉屋さんでね、焼肉食べてたら店の中にわざわざ入ってきてね、写真撮るんだぜ。それも嘘だって言うの。ね、北海道の時はね、ね、唐揚げ大量に1キロぐらい作ってきてさ、奈々ちゃん差し入れとかさ、そういうのも嘘だって言うのかい？ね、大阪の時はね、ね、あまりにも人が過ぎてね、看板に激突している人が10人ぐらいいましたよ、こけたりとか。ね、北海道の女満別ではね、ね、空港にさ、女満別だよ。30人ぐらい集めて旗なんか作っちゃってさ、ウェルカム奈々ちゃんっていうね、なんかプラカードまで作ってさ、お見送りしてくれたりとかね。本当に大げさじゃないかな。オフ会とかやるとね、必ずね、カバンの取り合いになるの。私が奈々ちゃんのカバン取る。私がやるかなってね、私が持つもんとか言って、奈々ちゃんのカバン、奈々ちゃんのカバンって。あと、上着もそう、奈々ちゃんに着せるとか言ってさ、私がダウン着せるかなつってさ、もう引っ張り合い、こんなの。じゃ、盛りすぎじゃないよね。本当だよね。だから一番見る光景、やっぱあれだよね。奈々ちゃん、いつも見てます。で、子供がいてさ、ね、ちっちゃい子供、ねえ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 、ねえ、ほら、奈々ちゃんだよ。奈々ちゃんだよ。目の前にいるよ。いつものテレビで見て、奈々ちゃんだよ。とか言ってさ、ねえ、こっち、一緒にサインもらおうって、写真も撮ってもらおうって言ってさ、で、子供は、奈々ちゃん知らない、奈々ちゃん知らない、みたいな。とか言ってな、あるでしょ。ね、あるよね、めっちゃあるよね、これな。そう、奈々ちゃんだから、奈々ちゃんだから、今日化粧してないからね、わかんないだろう、ね、いや、いつも化粧してねえし、みたいな。ね、いつも化粧してないし、今日もすっぴんだし、みたいなさ。よく言うわ、と思ってな。うん。ね、失礼だ。きちょうくん、おはよう。おはよう。寝てた、ごめんね、またん。あ、いえいえ。キチョークさ、バルミューダが好きなの？いや、あれはね、うん、知らなくて、そんなのあるの。あ、バルミューダ。そう、ゼロワンが買ってきてくれたから、トースターを。うん。で、いいねって言ってただけで、別に揃えてるとかじゃないんだけど。デザイン好き、バルミューダの。トースターはね、なんかすごいかっこいいなと思ったけど、なんか電子レンジとかあんま良くないって言ってた。あー、そうだね。うん。炊飯器は持ってる？まだ買ってないんだよね。そっちは、キッチンのやつは全然。あー、そっか。うん。炊飯器だとなんかこだわりとかある？いやー、特に。なんか人がいっぱい来てもいいように今揃えてんのよ、いろいろ。あー、じゃあ大きい方がいいのかな、いっぱい炊ける方が。うん。そうだよね。大型のものか。じゃあ、一人暮らし用じゃなく、ファミリー用っていうか。お、家具とかも全部ファミリー用で揃えてるね、今。うん。うん。あとなんか、ないものってあるの？家に。ないもの。とりあえず必要なもの？その、とりあえず。ああ、包丁とか。包丁。調理器具系とかは、なんまだ買ってないんだよ。テレビとか？テレビもまだ買ってない。買ってない。でも、奈々ちゃんとか来ていいようにダイニングテーブルとか昨日買いに行ったのよ。ああ、そうなんだ。うん。何もないから椅子が先に人が来てもいいようにソファーとダイニングテーブルは買った。
そっかそっか。うん。分かった。高いのいらないよ、俺マジで。いや、やっぱりさ、お誕生日でお祝いもらっちゃったからさ。いやいや、引っ越し祝いは、だから別に、お誕生日とかじゃないし。そう？うん。でも、ゼロワン君はバルミューダだよね。ナナミューダはどうするって感じなんだよ。うん、いいよ、いいよ。で、セイジ君は二十何万のソファーでしょ？セイさんのやつ、あ、なんか、買ったね。どこのソファーなの？それは。ニトリ、ニトリ。ニトリで、あ、じゃあ結構大きいやつ買ったんだ。そう。うん。ちょっとみんなと検討してみるわ。うん、あ、ナナちゃん、そういえばさ、あの、ひでママ来るの？明日来る、あ、今日来るよ、今日の夜。今日来るの？なんか、うちにナナちゃんがひでママと一緒に来るって聞いたんだけど。いや、私一人で行く予定だけど、どうして？ナナちゃん一人来るの？嫌なの？違う違う、鳩が飛んできて、ひでママが乗り込むぞ、みたいな鳩が来てたから。逆に会いたい？連れてっけど。え、まだ会ったことはないね、ひでママ。じゃあ連れてこうか、ひでママ。今日来るんだね。今日のね、8時に来る。夜の？うん。あ、船かなんかで来てんだ、じゃあ。そうそう。なるほど。え、どう？連れてっても大丈夫なの？いや、まあ、あ、ひでママってもうお酒とか飲んでないんだっけ？飲んでない、飲んでない。ああ、じゃあ暴れることはないの？じゃあ。うん、ないと思うよ。いや、うん。別に、どうやって来るんだっけ、なあちゃん。本当は今日レンタカー借りようかなと思ってたんだけど、ひでママは車で今向かってんだよね、あのフェリーで。あ、車で来てんだ。ひでママが行く、町田に行くんなると、レンタカーを借りなくていいかな、なんでね。迎えに行ってもいいけどね。誰を？ななちゃん。いやいやいや、私から向かうよ。車はね、2台止めれるから、別に車で来ても大丈夫なんだけど、駐車場はあるから。じゃあ、ひでママの車で行こうかな。うん。うん。わかります。9時だよね、ななちゃん。そうだね、それぐらいにはお伺いしようかなと思って、大丈夫？時間帯。大丈夫、大丈夫。準備しときます、うん、じゃあ。ごめんね。はい、お願いします。はーい。はーい。包丁かな。包丁だね。ここがね、またね、写真が映えるんだよね。めっちゃいい写真撮れる。だから後で撮ろうかな。機長くんが家に来てもらって、これだけ持ってって帰ってもらえばいいんじゃない？呼んで。新居行かないで、これだけ渡せばいいじゃん。ちょっとナオキリーさん来ないで運気下がるかな。コメントしないでよ。本当に。マジ当たんなくなるかな。運があるかないか。どうしよう。あずれい。ノーコメントって続くない？ノーコメはずるいだろ。あずれい。これ100万来ちゃったらどうしようね。おっぱい出しちゃうかも。ワンチャンおっぱい出ちゃうかも。喜びで形出しちゃうかもしれない。あ、それ100万だぜ。なあ、100万円だよ。100万当たり。200円、200円当たりました。みんなすごいよね。94万パスなの。ね、こういうのね、タクシー代とかこういうのも入れてもね、全然お釣り返ってくる。何回目スクラッチ？100回以上やってる。何回やってるんだ？1000回くらいやってるのかな。
100万円おやさりー、きたきたきた、キャベツも200円以外も出てってね。そうだよ、あでも結構出んね、1万円とか。はい、よっしゃい、200円レンチャン、もう一丁来い、もう一丁流れ来い、はい来ました、オッケー、これ熱いね、もう一枚200円来い、まあ、来ないな。おかふくじゃなくて、おかふくじゃなくて、3、2、1、ゴー、ドンね。じゃあここで、なんだ、外れ2枚引けばいいんや。ね、外れ1枚、はい、1枚。3の2の。で、ここでもう1枚外れ。あー、当たっちゃった。200円。今日は3、1だね。当たり3来て、外れ1の、今当たり1だ。3、1、1。わかる？この法則性。3がこっちに来たから、1、1間でこっちに3が来ればね。次は外れ3枚。未来はね、もうすでに買った時点で決まってんだから。ほほー、1000円なかなか当たんねんね、私はな。みんなが当たるとしても、こういう日に1000円とか大当たり、ね、1万とかじゃ1000円ポンってくるの方がいいんだよ。うん、脳汁出てきちゃったね。脳汁出てきたよ、おじさん。はずれん、汁ってるよ、今汁、汁、シルシル、シル、シルプレーって感じ。シルププレーって感じ。あーし。いいよ。怖いね。怖いね。みんなよく考えてる。でもいつもこの台がなくて困るの。ベンチのとこ使ったりとか、今日はめっちゃいい台があんの。だから私が電子レンジ買った出会いと、あそこでねスクラッチを買った出会いが巡り合わせて、そういう時は出るっしょ、神様が当たるよと。ね、ナナちゃん今日は帰りなさいって言ってんの。この高さの台と、このシチュエーションと、このサンドイッチと、あっちのスクラッチ出会っちまってんだよな。でここのね電気屋を選んだ私、もう一個ね隣の駅の電気屋行こうと思ったのに電話つながんなくてこっちに変わった。あ、こういうの重なってんだよ、いろいろとさ。あった、じゃあキャリーちゃんは違う。すごい、あ、わかる。これもマスも削ればいいんでしょ。うん、わかる。うん、ああそうね、なるほど。2人 CG っぽいっちゃし、うわっ、びっくりした。ちょっとタバコ吸っていいですか。タバコ吸っていい。タバコ吸っていい。当たりでーす、1000円。ちょっと1000円でびっくりしちゃった。1万円かと思ったけどね。1000円。頭に焼き付けて当たり。1000円プレゼント、コードでね。
1万円1万円来ました1万円1万円来ました。はず、うん、え1万円1万円だよねこれね。嘘でしょ。1万円だ。3等ぶどう。嘘でしょ。ここで来る？ここで7万円ぐらい使っちゃったってことね今日。おやだー最悪。そんなに使っちゃった。すごい出費が税金も払わなきゃいけないのにそっちを先だろう。